森霞寛永15年5月14日は、安土桃山時代の武将、江戸時代の旗本、左兵、築後守る、森家政の次男。性質は、名古屋三三郎の娘。子に、森下級、森三神。天正十三年に、豊臣秀吉参加の木幌衆の一人、森家政の次男として誕生。文禄四年、十一歳になると、父家星の遺構で、 徳川家康に故障として使える。慶長5年の関ヶ原の戦いには、徳川家に倉替えした父家政と共に、有馬乗友の部隊に入り本戦に参加。慶長8年には、正式に旗本として、徳川家から山和国に先国の領地を賜っている。また、この時から地区を守るを名乗るようになった。慶長17年に家政が、三家国津山藩主。 森忠政の招きで、未まさかに下校することになった際には火星の旗本時代の所領2360国のうち500国を受け継ぎ都合1500国の旗本となった。慶長19年から慶長を20年にかけて起きた大阪の陣では冬、夏両方に幕府軍として参加している。元那3年には幕府より最地の衆院場を配慮した。 寛永15年5月14日没。去年54。遺体は江戸の牛込末源寺に葬られた。法名は、聖帝院殿前、畜修大衆全身混合孤児。あとは、長男の家級が継いだ。霞の子孫は、代々、森佐兵を少子旗本として、明治維新まで存続している。ありがとうございます。